やめろよ、お前、おい、おい、お前、おい、こら、お前、こら、お前、もう、こら、お前、おっと、はい、どうも、私が、岡様だ。二を続きをやっていきたいんですけど、そうですね、二刀流、使っていこうと思います。で、前回行ったところまではね、ちょっとサクサクと行って、早めに次のセーブポイント、チェックポイントをね、見つけたいと思います。はい、来なさい。それで、あ、ちょっと待って。そんなストーリー食らってる場合じゃないのよ。軽いね、攻撃が。早いけど軽い。じゃあ、行っちゃうぞ。これダッシュしないとかなり足遅えな、こいつ。ウィリアムさん、外人なのに。はい。ああいうやつはもう、ポイッと。あ、これ、今気づ、おお、すげえ得するな、バカめ。はい。で、今気づいたんだけど、セーブポイントでお祈りしたら、回復薬が復活してますね。今3つ持ってるんですけど、これ前回全部使ったと思うんですが、どうやらチェックポイントで回復するみたいです。こいつも倒しておくか、一応。ほら、来い、この野郎。さ。ほらほら、ほらほらほら、うらー。うん。雑魚に用はねえ。この家はもう物色した後か。どこまで行ったかな。この最初の敵にぶち狂わされたのがちょっと、予定外だが。さ。ああ、リーチ短い。こいつ結構広い攻撃してくるな。うっ、お、びっくりした。操作ミスった。いやー、この足の遅さがどうも気になるね。ほら、ほらほら。で、二刀流で、ちょっとスキルを覚えたんですよ。っていうのも、どれだったっけ？なんか斬新、そう、これ、回避行動でも斬新が成立するっていう。ね、これで、攻撃した後、回避すれば、気力が回復すると。で、払いも同時にできるみたいなんで。おっと、こんなところに。これ黄色装備してるってことか。あ、青が2つあるな。まあ、今まだいらねえか。さあ、ここら辺に1体いたはずだが。あれ？あ、逆だった。ほら。怠慢だったらもう、スタミナ全部使えば、圧倒できるね。ほら。これいいね。これで、さっと戻れば。俺の方が早い。お、しくった。待て、こいつ取れ、殺して、ちょっと回復させて。意外と食らってる、こんなところで。はい。死んじゃえ。石。石はいっぱい入るんだけどね。試し切りだ。さあ、こっから上に登っていこうかな。ただ、こっから行くと、なんか危なそうだな。
りあえず、そいつやっちまうか。お、強えじゃねえか。あ、な、こいつちょっと、装備が充実してる。強いやつか。あ、買った。うん。高えじゃねえか。バカめ。三角もあんま食らわねえな。そうだねえわ。ほらほら。一旦ダウェイだ。遅いぞ。こいつ硬えな、マジで。お。ういなんかいいもん出せよ。うわぁ、弱い。困ったぞ、もう2個使ってしまった。こっちでいいのか？道は。確かもう1本向こうに行けたんだよな。なんか刀がいっぱい刺さってんぞ。6レベルとか、5レベルとか、あ、なんかあいつ、やれそうだな。あって、気づかれてんじゃん。おぉ、ちょっと多い。多いぞ。多いぞ、多いぞ。さあ、どうする。これはまずい。なんかいっぺいいるな。よいしょ。うわ、びっくりした。よいしょ。ちょっと待って、多すぎるでしょ。うわ、これは、うわ、おっと、落命したぞ。これは二刀流は、ノックバックが弱いのか。切ってもそのまま、不要ロストは。それか単純に、いやまあ祈っても何もねえんだけど、奉納できるかな。これ奉納しとくか。ちょっとあの量来るとは思わなかったな。油断してや。油断してや。はい。ああいう場面では、なんだ？下段構えじゃない方がいいのか？冗談で。いや、でも絶対隙をいいよな。困ったぞ。ほら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 。はい。甘い。こういう時はあれだね。これでもいっぱいいる時強いのにな。斧が単純にスーパーアーマー勝ってるんだったら話は別だけど。あんだね、俺の方が早い。遅いのよ、お前は。遅っ。うわ、俺が遅いのか。ルーム。これは俺か。で、これを触れたら、ああ、アムリタが元に戻ったね。ほらほらほら、ほらほらほら、ほらほら、ほら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 、やりすぎたか。落としてしまった。あっちから行くのきついな。ちょっと違う道を探そうかな。こっち側行ってみるか。結局、ここは、ここは何もない。うん。ここなんかアイテムあるな。確か、この森の小屋に。霊石。この森の小屋にだと？森の小屋に何かあるのか。おっと、先にこいつを始末するときが来たようだな。お前なんか先に、さっきいたか、お前。なんか見たことある、うん、被ってるけど。遅すぎるぜ、フリーが。止まって見える。お、こいつ紫とか装備してる。ちょっと欲しいな。
武士の身を守るのはつくもが御霊。さあ、ここはどこだ？あれ、ちょっともう、道迷ってんぜ、俺。こっちから、うお！てめえ。はい。遅い。遅い遅い。遅すぎる。さあ、いいものくれ。お、そういうことだよ。頭持ってなかったからね。あ、傘だ。見づらいね、これは。なんかもう一個あったな。成績と、石。まあね、石も大事だよ。これは一体どっから来たんだ？お、石。石ばっかだな。あ、こっち側か。王の山賊の斧は強いのか。このマサカリが意外とね、強いからね。え、これはこっちに行けんのか。まあちょっと装備整ってるやつ相手にするのはもうちょっと後だな。まあでもこのゲームそんなこと言ったらダメだからね。もうプレイヤースキルでどねんかせなあかん。ほらね、ああいうなんか硬そうなやつがいる。こっちだ。どうだ。他にはいねえのか。お、上から邪魔してくるやつが。邪魔だ邪魔だ。どこまで届くんだあれ。はい。これが、気力ゲージがなくなった時に使える技だ。相手の気力がゼロの時に三角ボタンを押したら、お！電撃、お！危ねえじゃねえか。うい。飲んどくか。え、なんだあいつ。装備落とさねえのかよ。ちょっとあの上のやつ厄介だな。火や放ってくるやつ。キーン。アイテムを取らせろ。キーン。お守りってなんだ？お守り取ったぞ。あ、当たりいってしまった。なんて厄介なやつだ。俺はお守りが知りたいんだ。あ、小物としてね。防御力への範囲、10。対毒、対常用。なんかいろんな属性があるな。これ帰れないね。ちょっと危ないから、一応今行ける場所を行くと。さっきのヒアのやつ、欲しいな。倒してえな。あ、この、森の小屋っていうのはこれのことか。いや、なんか違うな。何こいつ。無駄なこと。当たらぬわ。お、弓だ。あ、これのことか。小屋にあるこれで一矢報いろと。まあ、弓ちょっと装備しようか。よいしょ。お、ちょっと待って待って待って。んって言ってる。ちゃんとカードすんだな、こいつら。はい。はいはいはい、遅い遅い。はい、遅い遅い。はい、遅い遅い遅い。雑魚は雑魚だな。なんか遅い道があるぞ。お、見つけた。
でもまだね、回復が3つあるから、このままちょっと探索したいとこだね。あのヒアのやつ、許さねえぞ、俺は。これこっそり行ったら、バレねえのか。どりゃ。さよなら。どりゃ。ああ、すごいね。こんな感じね。で、矢に切り替えるのはどうやるんだっけ。あ、もうこれで撃てるのか。お、いいねー。よーし。一矢報いてやるぞ、字のごとく。何あれ。うわ、なんかすげえのいるな。うおー、びっくり、グールだ。なんだこいつ。もう、無視じゃん。よいしょ。こいつ、人がこんな戦ってるの無視なんだな。ちょっと待って待って、落とすのはダメだ。アイテムを出せ。はい。こいつが何、妖怪みたいな類になるんかな？よくわかんねえけど。グールだったね。お、カブトー。お、あ、カエルちゃん。カエルちゃんいたね。一体何なんだ、あれは。青。青武器なんていらねえよ。で、カブトをちょっと見てみようか。でも重さも考えとかないと、ダメだよね。待って、もうそれ、あ、いいね、このカブト。あいつらと一緒だ。武士っぽくなってきたな。うわ、びっくりする。やっぱ音だね。音にびっくりする。ゲームは音が大事だ。お、これが、降りる。これでも最初のショートカットに戻るんだね。こうアイテムがもらえると。俺だって命が欲しい。蹴り落とす。ここで繋がったと。まあでも、次のセーブポイントはもう見つけてあるんで、そっち行こうかな。おーっと。仏よ仏。いずこを惑うつくも神。雲神。海に慈しみの心あらば、そのおましどころへとお連れしたまえ。難しいわ、言葉が。難しいことはわからん。難しいこと言うな。この上は？なんだ？さっきの場所か。あ、さっきのヒアのとこか。はいはい。ということはここ。あるじゃないの。霊石がすごい溜まったから、霊石使って、レベル上げてもいいな。その前に、ここら辺でちょっと、いい装備のやつ物色してみるか。なんかさっき紫いったよね。紫、こいつだ。こいつをボコボコにしてやる。ボコボコにするぞ。と言いつつ、とりあえず弓放つ。なんだ、こいつの装備は。うげ！こいつはまずい。鎖鎌。こんな、うわ、周りの範囲まで。遠いと、そういう攻撃ね。読めてる。お。遠目だと懐に飛び込ませてくれる。はい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 。お、結構ガードうまいね。バカめ。うぃしょー。あ、でも、これで半分か。厳しいな。こうなったら、つくも武器。この間無敵だぜ。ほら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 。ほら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 。圧倒的だ。で、っていうやつか。
取れてないか、紫は。あ、けど、なんかいろいろ、あ、この鎖釜。ちょっと鎖釜使いてえな。強えのかな。まあ、この二刀流よりはなんか、強そう。うん。あ、なんか、アムリタが 1.9% 上がる。なんかいっぱい、何これアイテム取れてんのか。あ、めっちゃある。よくわかんねえ。よし。とりあえず、ちょっとあいつ芝居とくか。ほら、ほらほら、遅いわ。わ、すげえな。わ、つえ。鎖がもつえ。っていうか、ここ取ってねえな。これ取れるぞ。鎖がもつえな。いいんじゃねえのか。お、なんかあんなところにもある。これって、あれだよね。上はいけねえよな。で、これはこっから取れると。あともう一個上のやつはどっからだ？でもこっちの方まで行ったら、どうなんだろう。こっち側か？違うな。あ、あそこだもんな。あそこはさすがにこっち行かなきゃダメか。おお、桜が咲いてるぜ。さっき気づかなかったな、この桜に。もう顔が、もう外人とは思えねえ顔してる。で、チェックポイント。はい。で、炎。でも、いらないやつはどんどん、炎しちゃうぜ。炎、炎。二刀流ちょっと取っとこうか。はい、炎。まあでも、白だからいっか。また、ね。黄色青とか出てきたら使おうかな。うん。OK。能力回復。何レベルか上げれるな。スタミナ、そうだけど、心。気力っていいのか？気力ってあれか。いるな。攻撃力。でも多分、タイがないときついよね。鎖釜はなんだ？木で育つのか。わ、忍びでめっちゃ忍者に育てるのも面白いな。で、ちょっと忍者スタイル目指してみようかな。うん。で、さっきの教えてあげた子が、あ、やっぱいるね。あ、戦略ドロップ率。これ回復ありがたいな。ちょ、最初回復しとこうか。うん。よーし。あれ？さっきの何？賜り物。あ、ダウンロードクエストとか、ダウンロードアイテムね。はい。じゃあね、ここまで進んだんで、ちょうどこの中間ぐらいかな。まあ、今回この辺で終わりたいと思います。また見てください。